あ、撮ってます。撮ってます。皆さんこんにちは。本日ご紹介する商品はこちら、ギアセットディーンバージョンベーシックになります。こちらの工具セット、基本的なセットが全て入っており、まずこちらのドライバーですね。ドライバーはプラスとマイナスが各6本ずつ入っておりまして、よく使うようなプラスの2番なんかも入っているので、ご家庭で使うにはちょうどいいかなっていうふうに思います。次にこちらの特色としてラチェットですね。こちら音を聞いても分かるようにギアが72枚ですごい細かいので、狭い場所で作業するときなどかなり物がいいので、しっかり締めることができます。またこのラチェットに使うこちらのクイックスピンナーというものですね。締め始めなんかに使っていただくものなんですけれども、このような感じで最初の手回しで使用します。これにさらにエクステンションバーというようなものがありまして、こちらをつけていくとこんな感じで高さが深いところにあるものなんかを作業するようなことができます。でこちらのプッシュリリース式になってますので、ボタンを押さなければ外れないようになっています。もちろん普通に使う分にこちらのソケットも1,2,3,4,5,6,7,8,9 個も入っております。しかもこちらのディープソケットっていうあれな、この深さの高いものなんかも入っているので、幅広い作業で使用することができます。障害物などがあったりするときなのに、このまま真っすぐ入らないっていうようなことがあると思うんですね。もしそういうときなんかは、このユニバーサルジョイントっていうあるものがありまして、こちらをつけていただくと、ある程度の角度をつけることができるので、障害物を避けて使用することができます。でこちらラチェットの他にもブレーカーバーっていうものが入っております。こちらでもソケットを挿して力を入れて回すことができます。で早く回していないとっていう時に結構便利なのがこちらの T 型のハンドルになってるんですよ。 T 型ではないんですけど、エクステンションバーとこちらのスライドヘッドハンドルっていうようなものが組み合わせになっておりまして、このようにして早回しをすることができるっていうのと、あとこちら移動ができるので、トルクをかけたい時なんかこちらの方に寄せていただくとかなり力もかけることができます。その他このようなビットを使用することができるアダプターなんですけども、が入っていたりとか、あとはこちらの変換アダプターっていわれるもので、8分の3スクエアのものからこちらの4分の1に使用することができるので、まず後で買い足していただいた時などこういうのがあると意外と便利。こちらは4分の1スクエアから8分の3逆のタイプになります。次に2段目なんですけれども、こちらはコンビネーションレンチとプライヤーが入っております。こちらのプライヤーなんですけれども、こちらグリップが滑りづらいような加工になっておりまして、で幅広いものをつかみたいときなんかこちらのスリップジョイントっていうようなものになっていて、こちらで太いものなんかも挟むことができます。こちらがラジオペンチ、細かいもの掴むときなんかや簡単な切断なんかはこちらですることができます。でこちらはもう切断専用のニッパーになりますね。銅線や鉄の線なんかもこちらで切ることが可能になります。で次はこちらのコンビネーションレンチのセットになります。こちらの8ミリからこちらの19ミリまで入っていまして、こちらある程度オフセットがついているので、こちら回すときなんかも手がぶつからずに作業することができます。こちらの方で早回しをしていただいて、こちらで力をかけて、トルクをかけて作業することができます。次に2段目なんですけども、こちらメガネのセットになります。8mm から24mm まで入っているので、かなり大きなもの
コンビネーションレンジの中に入っているの大きなものなんかもこちらで回すことができます。はい、以上でベーシックの簡単なご説明をさせていただきました。ありがとうございます。